ヤギ食べてもダダ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 ダ、クリスマスがやってきた、ヘイヘイクリスマス作詞作曲レイちゃん、はい、ありがとうレイちゃん。皆さんメリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマスというとやはり皆さんクリスマスといえば聖なる夜ということでね、初めてできた彼女とクリスマス頃にクリスマスデートで初めての夜なんてことあるんじゃないですか。個人差はありますけど、はい、あの数々の女子とそういうことがあり、あの今5年目ということで多少は素敵なアドバイスができるんじゃないかなと思いまして、今日は聖なる夜講座を開いていきたいと思います。夜講座、夜講座、これはあくまでも初心者向けなので、もう値はもう経験済みよっていう人は一台どうぞ。ということで今から皆さんに初めての女の子との仲良しをレクチャーしていきたいと思います。ではレッツスタート。チャンネル登録しておくれ。初めてということなので、あのご自身がまず猫かタチかをあの知りましょう。まずステップ1、自分の得意分野を知る。猫タチ2番、これ何かというと本当初心者講座なので知ってる方がほとんどだと思うんですけれども、女性同士にはあの名称みたいなものがあって、夜の時に男役女役とも言われるんですけれども、まあ、どっちがリードするかで名前があったりします。まずタチ、タチは攻める方です。手を挙げてください。はい、はい、タチです。タチは基本的に攻めてリードをする方で、次猫、猫と言われるのは受け役で、まあ、リードされる側ですね。される側で、まあ、私は基本的に猫なんですけど、それを両方こなすプロフェッショナルなリバという存在がいて、まあ、リバという方はどちらでも対応できたり、どちらかに偏ってるけどどっちも対応できる方もいます。初めて女の子とそういったことをするってなった時に、相手がどっちかな、自分はどっちかなっていうのをやんわり把握しておくことで、どっちがリードすべきなのかとかした方がいいのかってことを分かりやすくするとなんかよりムードが出て、その初めての一歩が踏み出しやすくなったりします。これ初心者講座ね、本当に初心者の講座だと思うんだけど、決めなくてもいいからっていうのは本当に大前提としてあるんで、行き当たりばったりでもいいけど、自分も決めてなくて相手も決めてないんだったらいいんだけど、相手が決まってる場合は必然的に多分残ってる役割になるんじゃないかな、初めてはって思う。で、相手が初めてで自分も初めてだったら、今のように役割を決めたり、相手の性質とか M 気質が強いか S 気質が強いかとか、そういう攻める受けるとかって部分を考えて、どっちがリードすべきなのかなっていうのを考えておいた方がスムーズにあのそういう雰囲気になれます。だけれども、相手が経験者で自分が初めての場合は、初めては受けの方がいいです。攻めました、私初めての人。そうなんだけど初めてだからあの自分が攻めたいなと思っていても、初めてはやってもらった方がスムーズだと思う。しかも相手が経験者だとさ、気を負っちゃわない？気を負う、気を負う、そうだよ、緊張するよね、なんか。めちゃくちゃ緊張してる。だって自分よりも全然あれだよ、プロよ。だからあのやっぱり最初はやってもらった方がいいなって思う。だから相手が経験者だったら、あの自分が初めてのことを伝えて相手からリードしてもらうようにした方がいいかなと思います。ステップ2、場所を決める。やっぱりそういうことしたいと思ったら、そういう雰囲気のある場所をね、準備することがね大事です。なので女性同士でも成人にねもなってる方でしたら、あのホテルとかをね使うことができるので、ラブホテルとか、まあ、あのちょっとおしゃれなホテルとかで2人きりでね、ちゃんと過ごせて特別な日にできるような準備をしてください。私たちは初めてホテルだったな。初めて、え、ホテルだっけ？違うでしょ、レイちゃんの家じゃない。レイちゃんの家だったかも。こんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、私もなんか女の子との経験そんなにない時とか、ホテル行くと確実にそこまで最後までやんなきゃいけないじゃん。それが嫌だったから、あのカラオケとか、あの個室のとことかでなんかいい具合に持ってって、あ、この人って最後まで行ってもいいなっていうのをそこで判断してから決めてた。あのちょこちょこあのスキンシップを取っておくとより、そういうあの雰囲気になれるかも。私たちの初めては、あの初めてではあったけれども、お互い経験者だったっていうのもあった、しかも疲れてたっていうのもあったので、あの中途半端なところで途中で寝ました、勝手に。気まずいね。気まずい。はい、次の講座は、はい、次じゃあね、どっちの立場がリードするかが決まって、場所も決まって、はい、次準備ですね。いざじゃあそういうことをしますってなって、その日お泊まりに決まりました。すいません、ちょっと1個質問していいですか？え、どうぞどうぞ。なんかその役割とかあるじゃないですか。はい。そういうのって場所を決めた時、ホテルだとしたら、お金はどうしたらいいんですかね。ちょっと気になってました。なんでかわからないけど、意外と立ちっていう攻め役の人が払う風潮はあるけれども、それも元々さ、年が自分よりも年齢がいってるってことは経験も多いことが多いのよ。
平均的に、うん、だから経験が多い方があの攻め役だと年齢的にもそのセクシュアリティ的にもリードするタイプだからお金を払うってイメージが多いけど、年齢と金銭感覚で決めた方がいいと思う。例えば自分は学生で相手が社会人だとしたら、それを全部払える社会人だったらいいけど、社会人1年目でキツキツだったらちょっとうまく割り勘してちょっと多めに払ってもらうとか、逆に相手が本当に全くお金がなかったりとか、あの自分よりもかなり年下とかだったら払ってあげた方がいいとかっていうのはあると思います。ステップ3、はい、下準備、身だしなみがあります。する方される方両方身だしなみがあります。まずする方、タッチですね。自分が相手のこと責めたいなと思う方、必ず爪を切ってください。あの当日行って爪を切るのはダサいので、あの確実にあお泊まりが決まってるのであれば前日にきちんと爪を切ってください。目安としてはあのこうやって手のひらを向けた時に爪が出ないぐらいで、あの必ず爪を切った後にヤスリをかけて肌とかに当てて痛くないか確認してください。はい、あと立ちでもあの猫でも関係なくなんですけど、やっぱり身だしなみっていうのは大事なので清潔感はとっても大事です。なので、ね、あのくれぐれも あまり脱ぐ可能性が低いからといってほつれたパンツとか履かないように、まあ、あとあの無駄毛はあの見える範囲はなるべく処理した方が女性同士は好まれる傾向にあるので、うん、きちんと整えるようにしてください。ある程度は身だしなみ、脇とかね、ヒゲとかね、触る部分とかはなるべく整えるようにした方がいい。結構ね、猫の方ネイルする方多いのよ。あーそうだね、ネイルしててもうスカルプとかつけてて、もうどうしてもなんか結構いろいろついてますって方は、あの指用のそういうゴムみたいなものを買ってください。ステップ4、じゃあどうやってやるのと。ここはあの個性も出るところなので詳細までは説明しませんが、基本的に女性同士はものがないんです。これがないんで、あの使うとしたらもう口と手、もしくはおもちゃ、この3択しかないです。最初いろんなものを見て、女性同士どうやってやるんだろうって思う人がいると思うんですけれども、ご想像の通り、あの自分が使える範囲のものしか使えないです。どのぐらい時間やるの、いつ終わるの、フィニッシュはって思うと思います。初めてはそれを言うと時間は人それぞれ、まあ、もちろん緊張してるから結構長くかかると思います初めては。だから時間は人それぞれなんですけれども、フィニッシュに関しては女性同士は特にフィニッシュがありません。満足いくまで、まあなんか意外とね最初は緊張してるけど、なんか夢中になってきたら時間を忘れちゃうと思います。そうそうそう、だから結構みんなよく言うのはで、まあ、いい感じになってる人と初めての夜は朝までやるとかいう人結構多い。まあ、朝までっていうと本当にご想像通り夜から朝までなので結構長い時間だと思います。される側の方の体調に気を使いながら、そこはあの攻める側がリードしていけるようにしていきましょう。まあ、今回はあのピチピチ女同士のカップルさんうちが楽しくあの聖なる夜を過ごせるようにこんな動画を出してみたんですけど、 あくまでもこれは個人差があるものなので、必ずしもやらなければいけないわけではないし、やりたいって時も相手のこう意思確認をちゃんとして、今本当にしていいタイミングなのか、相手が迷ってないかとか、うん、そういうこともちゃんと気にした上でお互い気持ちよくこう了承した上でね進めるようにしてください。あと少しでも途中で嫌がったり痛くなったら、なるべくね基本的にはやめて、こう相手と向き合って過ごしていけるように心がけていきましょう。最初はねすごい肝心だと思います。なので相手の様子を見ていろいろ進めていきましょう。はい、結構私初めての時って立ち猫ってなんだろうから結構始まったり、そういう夜のこと調べたら出てくるからね、はい、立ち猫も分かんなかったし、女の子同士何使うのっていうのも分かんなかったし、だってないじゃんみたいな、いつ終わんのとかも分かんなかったから、うん、なんか結構何にも分かんない状態だったの。だからあくまでもこれはこう中身というか目安なんだけど、ちょっとねこう悩んでる方のためになればなと思います。はい、ということでメリークリスマス皆さん、メリークリスマス、楽しい夜をお過ごしください。